どうも。さあ、行きたいと思います。トグロ島の神髄、裏神髄って言われるやつですね。12種の星の位置集めるやつ、前回もやりましたが、動画では。はい、ちなみに一度クリアしました、石集めきって。はい、なのでまあ動画撮ってないんですよ。なので動画撮りながらまあクリアしたいなということで始めたいと思います。あれやって、なんか根絶やしの巻物は神髄では手に入らないみたいで、根絶やしとかをやっぱりどっか他のダンジョンで唱えてから来る方がいいんやって。まあ一応その攻略情報系に関しては今回は全部クリアするまでは見ないでおこうと思っていたんですよ。皆さんには申し訳ないんですけど、そのせいでちょっとたるいプレイに今までなりましたけど、で、まあ、ようやく裏神髄と、まあ、裏神髄と呼ばれてるのもそこで知ったんやけど、そのいわゆるその正規の12石集めるやつやりきってから見たんですよね。で結構なんかいろいろなことが分かって、まあ、特に僕がちょっとびっくりしたことで言うと、テクニックであのボヨヨン壁、何の意味があんねんとかってまあ思ってたんですけど、特に使わんやん、ボヨヨン壁、跳ね返る壁、あれがなんかアイテム増殖に使えるんやって。でまだ1回も出会ってない、その情報知ったのが今朝で、その知らないんですけど、まあこんなんもしかしたらもうその調べたらプレイヤーさんは当たり前に知ってるのかもしれないんですけど、まあ初見でなかなかそれに気づくっていうのは多分難しい、まあよっぽど奇跡的な確率だと思うんですけど、まあ一応その仕様としては、最初はなんか4回以上跳ね返らせたらとかって書いてあったのが、今度は5回に変わってて、で次に多分これが一番正しい情報なんですけど、4つとも壁に当てる、上下左右ですね、4つとも壁に当て反射させるっていうことをやればいいよと。これがマジっぽい。でまあ一回ちょっと今回、一回っていうかまあ今回からやね、その早速ちょっと試してみたいなと思っておるんです。アイテムが増殖やで。おーおお、いかついな。腹力防御はいらんが、いかついなこれ。腹力防御だけがいらんが、まあでもベースでもいいかなって感じですね。惑わし返し4の守り6の守りか。どうやろな、腹力だけっすよね。正直でも腹力強いからね、全然使ってもいいんすよ。使ってもいいとは思ってる。爆発も欲しいな。これが呪いの多分命やね。金の盾、これどうしよっかな。悪くないんすけどね、腹力だけが若干怖い。これは非常に難しい判断を。それ以外はめっちゃ強いんで、腹力防御ありのような気もするな。基本攻撃まあうまくいくときはなんですけど、クリアするようなうまくいくときっていうのは後半はもう全然そのなるべく食らわないようにこう立ち回るというか、先手先手で打ち込んでいくんで、打ち込んでいきたいですよ。てかそうじゃないと多分無理やから、その感じでいけるなら例えば気配察知取ってかまいたち入れてとかになってきたらまあ入るわけですよ。そうなると攻撃を受ける頻度っていうのは確かに減るんですよね。でまあまんま攻撃に使っていけるっていうね、メリットはあるんだが、どうしよう。めちゃくちゃインはいいんですよね。それ以外のインは最高にいいけど、防御力が高すぎるかなっていう感じで、
防御能力がすごい高いんです、これね。高いんですけど、防御能力自体はあんまいらないんですよね、盾は。正直なこと言って。それよりも特殊技を防ぐ能力が欲しいんですよ。いくらで売れるかな。これね、めっちゃいいけど、むちゃくちゃいいけど、打ってナバリ勝った方がいいかもしれない。マジで。これは復活の可能性がある。やっぱり、特に序盤で腹力、まあまあいいか。陰を外さなければいいんやもんな、よう考えたら。銀で陰を外さなければいいんですよ。要は、これ。発動しないんで、その代わりあの辺も、発動しないですけど、すごい後半までもし、持てば、いければ、やればいいんですよね。そうやね。それで行こうか。その方がいいよね。巻物は1000円が魔物部屋の可能性があるので、1000円が魔物部屋の可能性があるので買います。これも魔物部屋の可能性あるので、1000円って一番多いんですよ。いろんなパターンが来るんで。ここでまあ引けたらでかいよねっていう感じですよね。なので1000円を買いますわ。とりあえず1000円全部買って、一回ちょっと魔物部屋ギャンブルいきましょうか。博打とかも1000円やったと思うんで、まあ積もれば最高。敵加速、選択方式、違いましたと。はい、ありがとうございます。どうすっかな。巨大なおにぎり欲しいですけどね。ちょっと粘ってみるか。僕的に巨大ハリセン多分好きな方は大好きだと思うんですけど、強いって感じすると思うんですけど、僕的にはあんまり好きではない武器なんですよ。入れたら強いのかな。どうなんやろ、ちょっと感覚が分かんないな。巨大ハリセンね、打ったらまあいいお金にはなるんですけど、隣接から離れるっていうところが若干気になってね。いつも火吐きよるやつがうっとしいやんか。パッて離れたらさ、またもう隣接しなあかんやんっていうふうに思うんですけど、いいか。なんかお店を有効利用できてない感がすごいけど、ここで粘っても仕方ない感じもしますが、まあ、次のフロアでもどうせおにぎりは握ってはもらえるので、ちょっと粘ってアイテムドロップ待ってもいいかもしれないですね。何かしらドロップすればって感じもしますね。一応じゃあを考慮してこの状態にしておこうかな。あとは呪われてる草はまあ握ってもらおうか。早めにまあね、銃とかはバラしといてもいいような気はしますね。こんな感じで、これで、いやまあまあまあいいか。
りあえず大きいおにぎりを量産しておいて、この回でちょっと粘ろうかな。この試練本当に楽しいんですけど、粘る回はもうガチ粘りするから、結構この裏神髄に関してで言ったら、おお影の意外性発動した。裏神髄で言ったらやること多いというか、地味な作業多くて、ほんま地味な作業を強いられるっす。けどそれがやっぱね、後々効いてくるんで、お、ゴリラ、さあ来い来い来い、水がれ。まあそんなラッキーはないけどね、たまにやっぱ白紙とか落としてくれる子もいますから。こういう倍速野郎にはあまり意味がないね、仮戦ね。でもまあまあ、等速の人やったら一方的にぶん殴れるっていう価値はありますよね。あと剣の場合はやっぱ強いのが睡眠とか混乱位とか目つぶしとか、あの辺がまあ強いんですよ、めちゃくちゃ。なので確かにこのこれがあれば、それをリスクなくもう一回なんていうかな、やれるっていう良さはありますよね。リスクなく狙えるっていうの、1回目入らなくても向こうに戻せばもう1回打てますから、単純に倒しやすいってだけじゃなくていいね。やっぱそれなりにはドロップするんですよ敵ってね。こんな感じで今でもまあ、あのおにぎりドロップ率は握りは若干多分高く設定されてますけど、それなりにアイテムってモンスター出すんで、運命を変えたかったらやっぱドロップですよね。ドロップ狙いですよね。そのどういうことかというと、基本多分ダンジョンはもう決まってるんで、出しておるもの、出てくるものって決まってるんですよ。この時点で多分99回まで決まってるんで、多分可能性としてドロップだけは、モンスタードロップだけは多分本当にランダムだから、ドロップで奇跡を起こせられるとでかい。そのもうどうやったってこれクリア無理やろみたいなダンジョンでもドロップでクリア可能になる可能性が出てくるってことですね。ミノタウロスの斧とかもそうやもんな、強いですけどやっぱドロップ待ちなんで、あの辺ドロップ序盤にしてくれたりするとやっぱ強いですよね。会心がああ、と僕は密かに剣も盾も陰に関してはとにかく何をもってしてもまずメッキと思ってるんですよ。これはね、やっぱメンタル的なこともでかい、ストレス的なこと。おお強い、そうやな、メンタル的なことがめっちゃでかいな、本当にもうそこに限るわ。両方選択でしたっけ。セクシーな都合が背中の可能性、おおラッキー。背中識別できたらもうもう背中見えてるやつ基本いらんしね。身代わり、せっかく身代わりがあるのにな。あーいいね、感電。どういうことかと申しますとですね、これで穴蔵さんを連れて行きます。穴蔵さんじゃなくてもいいんですけども、
穴倉さんもこれ死にかけてはりますから、ちょっとこう連れて行きながら、あ、これプはいらんな。この穴倉さんがちょっと死にかけておられるので、できれば別の穴倉さんを用意したいんですよね。この人はもう死ぬ直前なので、まあ今のでもよかったな、今のでもよかった。まあ少々待ってください、少々お待ちください。弱いモンスターを探してます。さあ、まあ一発切って死におらへんかったぐらいのやつ。さっきのマルシロ良かったっすね。ナイスドロップ。でも両方穴蔵じゃないとやっぱでも基本はダメかな、もったいないんで。あー、穴蔵さん完璧なんだが、残念、広いところで出会わないとダメなんだ。穴倉さん待ちです。いやー来ないなー、これね、ほんま穴蔵さんじゃないとダメなの、両方とも。じゃないとね、身代わりにした時に混乱状態になるんで、それでね、この穴蔵さんがやられちゃうっていうことがあるんですよね。そう、意外と通路で出会ってまうなー。部屋に敵がいてくれないというね、ここで待っといてほしいんだが。私は諦めないぞ。おっと、毒矢めっちゃ落ちてるな。惜しいんですよ、石があればな、めっちゃ回収できんのに。壁際にねあるやつしか今は回収できんから、石がいるっていうか穴蔵いなくない。頼む、穴蔵で。あー、お金落とすな、みんな。ちょっと穴蔵や。あー、またや、もう。あー、間違えた、もう最悪です。何やってんの。もう一回よし、一穴蔵。大丈夫は大丈夫なんですけどね、今元気なんで穴蔵が。これでまあいけるわ。さっきの元気じゃない穴蔵を倒させようとしてたから、やっぱちょっと無理やったんすけど、穴蔵元気になりましたんで、元気穴蔵なんで、これもう一匹探せば。よし、これでいこう。はい、よし、
洞窟でありましたと。よいしょ。はい。結構違いますからね。もう一穴ぐらいさせてもらおうか。ナイス。これですよ。全部やってもいいぐらいやで、マジで。ほんまに全部やってもいいぐらい。ここレベル上げておくと、まあ、HP だけなんですけど、基本はちょっと攻撃力も上がるのかな。まあでもほぼ HP です。 HP がでもでかいんですよ、ほんまに。不良の事故を防げるというか。餌待ちです。だってさっきの穴ぐら始める前から倍ぐらいになってますもんね。やれ、くそやれ。オッケー。身代わりはすごく貴重やけど、あ、間違えた、最悪。貴重なんですけど、まあまあまあって感じです。別に最悪は、その身代わりがそんなに今作強くないっていうか、前みたいなこう絶対的な感じではほんまないので、ていうかむしろだいぶ弱い。これありがたいっすよね。巻物は多分拾えずとか口なしとかその辺もあったと思いますね。なので結構注意は必要。入れちゃおうか。くぅ、ここで一発保存とかやったらテンション上がるんすけどね。そんなにうまくはいかないか。ここでまた握ってもらおうかなと思いますので、最終4回で握ってもらって、でお腹をもう180とかまで持っていって、今回毒矢もあるし全使いで一気に持っていけるかなと思います。嬉しい。この時点でもうお祓いはもう合成はただとかになるんで、もう物が変わらないっていうことが確定してるんで、結構もう僕的にはぶち込んでもいいって感じ。何をかって盾をです。盾とか剣を、もうこれでこういっちゃってもいいかなっていう。はいね、もう爆地かける価値はありますね。まあ最終的に盾はあっちに合成しないといけないので、あまり意味はないんですけど、まあまあアイテム欄は節約できるしね。いいのが入りました。魔法除けがこのタイミングで入ったのはでかい。キツネ2枚目。そうなんや、祝福されてんねん。あ、持っていこうか。最終持っていく目薬とか来てくれへんかな。
まで大量に罠ができるわけではないんですけどね。石は嬉しいですね。もう一回早く来てほしかった。おお、落とすね。トラある程度唱えていかないとなんですけど、睡眠欲しいけど識別できて嬉しい。さあでは握りましょうかね。おお、ラッキー。マジか。これはラッキー。そっか、カラクロイドおるんか。カラクロイドに毒矢の罠を作ってもらいたいな。前回僕クリアした時、その初めて星を全部持ってクリアした時はもうめちゃくちゃ毒矢が役に立ったんですよね。なんで結構毒矢を限界まで溜め込むっていう戦略はありやと思いますね。クマあたり入れます。罠消し水出しいいですね。まあウレワがある。ここでもういきなり投資とか積もらうかな。最高なんですけどね。ポジュミン、そうやな。万が一呪われた時に呪いを外せる策が今のところはない。まあ、ほぼ巻物でいけるんですけどね、こんだけありゃ。けど若干怖いっちゃ怖いですね。装備して判別できる腕は結構あるんで、装備すること自体は全然ビビらない方がいいんですけど、これ識別しようか。え、威嚇鳥の種。え、400円威嚇鳥の種。あれ、そっか、多分祝福されてたんや。そうか、間違えてた。そうやな、祝福200円の可能性があったのか。いや、これは完全なる勘違いです。やっちった。そうですか。まあ識別できるやろ。てかアイテム多いな。ちょっとありがたいですけど、どうしようかな。罠が増えたっていうこともあるんで結構嫌なんで、罠消しを使っちゃおうかな。アイテム多いってこともあるし、めんどくさいのが嫌なので安定させようか。これ一回取り出してもいいですね。吸い出してもういいと思います。僕全然吸い出し、あー、もう一個そういえば壺があったな。まあでもあれはもう識別ないし、そんなに大したもんじゃないんで、これ吸い出したら残り3枠開くんですよ。3枠開くから、3枠開いたら例えば胴たぬき、四つまた回復の剣って感じで、まず剣強くできるっすね。かもしくはまあ金の盾にもう一回入れ直すことができるっすね。吸い出して意外と使わないんでかなと思う。そうか、どうしようかな。一
いろいろ悩みますね。嬉しいっす。アイテムはまだ4階でアイテムめちゃくちゃ悩めるなんて最高やね。そう呪われてた。大丈夫か。変な効果やったらマジヤバいっすからねこれ。まあ、巻物を使う口実にはなるけど。識別ではないから絶対に。できれば呪われてるアイテムを入れたいんですけど、これで多分ね、いやでも分からんな。ただの壺か割れない壺かもうその辺かなと思います。どうしよう、万が一の事態がめちゃくちゃ怖い。巻物を呼んでしまいたいんですけど、万が一の事態が怖くてビビっている。まあ、ええわ。とりあえずこれやりますわ。妖精3に出して、妖精3に対して銅たぬき回復四つ葉。投げて回収 OK。 まあまあ強いですねこれで。一部屋一応確認してない部屋があるから確認だけしに行こうと思って。通路かなこれは。あ、部屋ありますね。何もなし。よし、じゃあちょっと巻物やっていこうか。生物が寄ってきた場合と、まあ魔物部屋の時がやばいですけど、対処できそうなんで、カッパが呪われ、ニーハガシ危な。スポ住民にちょっとこれを呪われとるね。あ、そう、最終的にこういう角度でいくんや。行きましょうね。このエリアで燃やされたりすることは絶対にないので安心して置いていけます。この壺はもう、このひし形の壺はこの時点でもうおにぎり入れ確定って感じですね。毒屋どうしようかな。全部握らせるか、ちょっと悩みますね。ここ 鉄の矢とかは僕はもう全握りでいいと思ってるんですけど、毒屋だけは今回すごく恵まれているので置いといてもいいかなっていう気もする。萎縮症、え、そう減ってます。そっか、100になってんのか。あれで全然気づいてないよ。間違った、間違えました。整頓してしもた。まっすぐ来るね、金出すね。ほんでさあ行きましょう。犬、魔物部屋。あ、そうか、魔物部屋来ても意味ないわ。何でした今ドンって言ったけど、
はい、OK。 あと梅の杖を識別したら OK。 話は OK。 じゃあおにぎり任せましょうか。萎縮症もしてるからがっつり行こう。乾電にもいらん。金縛り、この身代わりも全部いらん。はい、この辺はまあまあ置い、ちょっと置いといてもいいかなって感じですね。あの壺の識別に使えるので、若干悩むけどな。これでもかなり作れるのは作れるっすよね。数で言うとマックス級に作れる。相当な数よこれ。ですよ、モテへんもん、完全にモテないですもん。よし、おにぎり待ちです。さあ、ここででも絶対ちゃんとやっとかないと、もう来期以降ないので、しっかり握ってもらいますよ。山口野郎もおるからお金も貯まるな。早く、君じゃない、早く。よし、頑張って影縫われないで。投げ縫われないで。行くで行くで。あ、毒や、危な。毒やちょっと置いといてね。一人来てくれたね、マジ。二毛作行こうぜ、二毛作。バイト雇わな。バイト雇うと早いから、一気に行くから。違うやつ来た。君じゃないんだよ、君じゃない。早くもボヨヨン壁試してみたいな。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、そのアイテム増殖って1回だけボヨヨンカメに対して1回だけみたいなのと、ま、4つともに当てるっていうのが条件も結構難しいみたいで、まあ、そんなにめちゃくちゃ簡単ではないらしいんですけど、知ってると知らないとでは大違いですよね。考えてもやっぱ白紙とか印象台あたりを増やすことになるかなと思いますけど、あとは何やろ、まあ復活とか
からの草。まあでもやっぱ白紙かな。白紙は実質的にその巻物全部を増やしてるって形になるからやっぱ強いですよね。遅いよ。全然ペースが鳴ってない。よし。よし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 。一気にいった今。割れないとかただの壺あれにちょっと入れようか。これも割れないかただの壺でいいと思います。もうあのお祓いの可能性あるんですけど、まあ、一応お祓いの可能性あるあんのかな。でも多分ねお祓いやったらねあの罠の巻物が白くなると思うんですよね多分。識別された状態になると思うんですよね。さあ毒矢も握ってもらうかどうするか悩んでます。握ってもらってもいいような気もしますけどこの段階なら。くそおにぎり野郎になってもいいような気もするが、貴重は貴重なんよな。もうやめとこ、毒矢はやめとこ。150は絶対行くからね。それ以降はもうなんていうか落ちちゃうんで。滞在する意味はないガマラぐらいですね。この辺以降もガマラ出ないんで、だからガマラ避けの盾とかは全然意味がない。一縮小してる状態ですからねこれ。それでも強引に上げていく、どんどん上げていく。これで150を足す160までは持っていこうかな。2回分、こんなもんでいいっすね。これでも持ちきれる？大丈夫？持てるな。最後ね、もうちょっとだいぶ余裕あるよ。ただまあ余裕あるんすけど、今度はこれやるとやばいって場面になった時に耐えられなくなるんですよ。5回以降ね、いきなりこれで大部屋モンハウとかって来たらもう終わるんで。さあ、あ、ボヤ4回だった。ちょっとやってみるか。え、でもむずくないこれ。むずいな、てか無理じゃないか。角に投げた場合どうなるんや。ちょっと待って、何を、まあ、テストでこうやって跳ね返ってくるのか。壁に当てないとですもんね。いや無理無理ですね。だって実質ここ角これ一個一個しかないから跳ねようがない。最後に当たればいいのか。いやでも跳ねようがないっすよね。こうこうポインポイン、ここから投げたらどうなる。ポンポンポン、惜しい惜しいですよ。多分惜しいと思う。でもいや、あれ以上の跳ねようってないっすよね。
ですよね、角で止まってまうから、多分無理なやつやと思う。さあすでにもう1個目が発見されました。というか5階に置くなよ、めちゃくちゃ危ないですから。5階に置いたら燃やされたらどうすんねん。あいつそんなことないんかな、燃やされるリスクはとか雑草に変えられるリスクとかは絶対にあると思うんですよ。いいやろな、おい、こっちよ、気になりまくりまくりまくりやで。猫持ってた、猫ドン出た、生物集合。苦しいですけど、まあまあ大丈夫でしょう。影縛り、ああいう使い方ができるのか、結構強いな。動けなくなってましたよ、逃げれますよね。高飛び返しもほんま強かったけど、逃げ戦ですけど、それもまあ割と有用なのかもしれないな。おい、ピンポン、ありがとうございます。ファイヤー忍者がいなくてありがたい。さあまた識別していこうか。店がね、本当にどんなタイミングで出会えるか分かりませんので、地味な識別は本当大事ね。今ダメージ反射してたか。毒サソリは勇者に5ダメージを与えた、勇者は毒サソリに5ダメージを与えたって書いてますね。痛み分け、序盤のマゼルン10回におるやつにはもうめっちゃ有効なんですよ、痛み分け。本当に怪しいところ開けてみる。早い、そんな焦らんでいいか。ちょっと待ってくださいよ、もう。多いな、無駄遣いはしたくないので、なんぼいっぱいあるっつったって無駄遣いはしないでおこうか。大事に扱っていこう。トンネル点の可能性がある、見えないですけどね、あってもおかしくないとは思っている。店もしくは金庫、いかにもありそうな地形ではありますけどね。いった、なし、悲しみのなし。はい、日の矢6本欲しいな。もうアイテム選定が苦しい。最終的に置いていくもの候補として実は筆頭が復活の草やったりするんですよね。1個はね、1個2個ぐらいかな、祝福されてたらもちろん最高なんですけど、1個2個以上はもういらんというか、逆におにぎり代わりですよねぐらいの感覚でいかないと、まあちょっとアイテム欄がもうパンパンすぎてやばくなるんで、
考慮しながら行きたいところですね。これ関連でしたっけ。関連か。下げられるわ。まあでも今回背中があるので問題なしです。次行きましょう。6階。おるおる。これで一気におにぎり燃やされるんで、力の草の可能性を考慮して草食べるときは力満タンで痛いんですけど、ちょっと全部せめてこのフロア探索してからにしようかな。ノクサソリがおるんでね、まだまだ下げられる可能性はあります。ああよかった、ほんまによかった。また巨大ハリセン。白紙1枚目。ああ難しいな。力回復させて、さあ力で。おほー、呪われてるねー。笑けるぐらい呪われてるね。どうしようかな。あの困った時が意外と落ちてるんですよ。なんでこの辺にお祓いをするっていうのはもうすごい無駄遣いな感じがしますね。まあしないかなって感じですね。ここで長居する意味あるかな。まあ強いて言うなら僕はもう今のがもうミスりましたけど、もう胴たぬきにメッキやね。胴たぬきにメッキでいいような気がしますね。それぐらいも落としたくないですね。それでいいや。もう嫌なことをね早くにやっておくっていう、先にやっておこうね。もったいないなーって感じすると思いますが、僕はもうその特にこう驚系のやつが出てきおり出してから考えるのはほんと大変やし、そこでアイテムボッコボコ使うよりも1個白紙1枚使っといたら済むっていう状態やったらもうラッキーですよ。むしろこれで終わらせてくれてるなら。さらにドスコイを重ねる。172までいきましょう。装備したい。1を持っていきましょうね。次のマップさっさと行って、掘れそうなところあったら掘って店を探そう。おにぎり2つ、これまあ燃やしおるやろうから置いときます。なんであんなとこには罠があるんやろうと思ったら浮き島になってるのね。気になるじゃねえか。おにぎりはね焼きおにぎりにされるだけなのでね、置いといてもまあ大丈夫なの。行く方法あるかな。これお店や。やったー、嬉しい。壺売っといてくれよ。600円。600円って多分ねめちゃくちゃしょぼい。価値がない。
ので、もう売ります。これはもう600、1500円なんですよ、売り値、多分、うん、1500円ってマジろくなもんないですよ。マジにろくなもんないから、もうちょっとどうでもいい。スルハシ、いや1000円多いな。身代わりか、1000円多いね。水枯れはありえへんし、生物集合もいらないですし、呪われてるのがよくわかんないですね。1000円巻物2つな。謎巻物2つゲット。特産の人ならまだいいでしょう。どうしようかな。杖識別したいんですよ。とりあえず誰が来ないかね。わからない。まあ一応ただとしておきましょうか。ハリセンも売らないとな。シャクシャクしときやがる。お、なんもないな。でもいいですけど、余裕があるので。ミスター最悪や。これはあかん、これはあかんで。はい、草鬼焼き芋か。奴がまあおるはずなんですけどね。オッケー。ただの壺を売る。巨大ハリセン売っちゃいましょう。ツルハシなあ、ってもいいなって感じもするけど、まあ今ねお腹がすごい余裕があるのでいらんかな。じゃあこの辺り行ってみますか。聖域、おお、選ぶタイプ。1000円で選ぶタイプってツボ系か。ちょっと待ってくださいね。ツボ系か、イン銀封印もない。銀剥がしはそうなんですよね。ツボ増大で、まあ、呪いもか。お祓いは違うんですよね。お祓い違うんですよ。呪い、罠あったね。水枯れも出たね。呪いですかね、これ。呪いか銀剥がし。銀剥がしでも出たっけ。出たような。銀剥がし出たっすよ。呪いやな、これ多分。呪われたやつにぶつこう。壺増大回、まあまあまあ、の呪いは壺増大やったから、まあまあいいか。呪われとんなー、いろいろ。
そう、なんとかこっち行く方法ないかな。行きたいっすね。なんかいい方法ないかな。身代わりでは無理でしょ。鶴橋でもあかんしな。焼き芋でもダメやしな。まあ無理やね。あとは回ってない部屋。そこ？この部屋。こいつ特産タコギ強え。しかしこちらもレベルが上がっているんでね。 OK、 赤人が全然来ないっすね。ラッキーなんやろうけど。いやーちょっとあの金の剣気になるけど、もうなやりようないっすもんね。まあ、粘ってちょっとアイテムドロップ狙うっていうのもありかなって気もするけども、次の回も一応こいつおるんで、これ9回以降いないんで、焼いてもらうならまあここなんですよね。はい、じゃあまあ1時間経ちましたんで、次回こっから行きたいと思います。